はい、尾崎選手です。なんかさっきあの可愛いとか言われたけど、いやもう、はい、リコちゃんにねいじられてるんです。私いじられるキャラじゃないでしょ。でもいやのはずなんですけどね、小林リコちゃんとかはいじってきますね。まああれなんかあの年の割にはベテランだからね。そうですね、もう、はい、大ベテランのような、はい、ね、本当に。さあ最近どうですか調子は。うん、まあ結構夏に向けてだいぶ調子上がってきてるんですけど、前回地元の平塚があんまり良くなかったのでちょっとその辺は課題が残ったんですけど。夏は強いでしょ。そうですね、冬よりは夏のが好きです。もともと夏戦ってた、はい、ね、そうです、はい、わけだからね、はい、はあ、どうですかこういう特別レースみたいなのは。いやもうなかなか大きなレースっていうのは走ることができなくて、中でもオールスターっていうのは私は走ったことがなかったので、うん、まあ、憧れの舞台というか、うん、そういう舞台にやっぱファンの方が連れてきてくださったので、まあ、はい、しっかり力を出し切りたいです。なんかこんなことやりたいなとかってないの。レースでですか、うん、あ、もう自分 の, 積極的なレースっていうのが、まあ、自分の持ち味だと思うので、まあ、もう仕掛けどころでしっかり仕掛けることをやりたいです、うん、ね、お年頃の女性としては休みの時何してんの。休みの日の過ごし方が今ちょっとどうしたら一番いいのかっていうのが考えて教えてほしいです。どういう意味なのそれは。いやなんか一日寝てたりとか出かけたりとか、うん、まあ、いろいろするんですけど、うん、次の日の練習にどうしたら、うん、いい状態で臨めるのかっていうのが。それはね、はい、遊びすぎなかったりとか、はい、ね、楽しみのはあれでも楽しんで十分だし、はい、やっぱその疲れるような遊びはしない方がいいよね。そうですよね、だからといって1日寝てても次の日だるくなっちゃうんですよね、うん、だから休養も練習のうちだし、はい、休養のやり方はやっぱ考えなきゃいけないだろうね。そうなんです、そこが今、うん、考えてるとこです、ね、うん、まあね、これはやっぱ経験が物言うし。そうですね、いろいろやってみて、うん、はい、でももうそんなあれじゃないでしょ、もともとスポーツずっとやってるわけだから。まあ、そうなんですけど、やっぱちょっと競輪って1年を通してずっとやる競技なので、やっぱその辺がちょっと自分の中でまだちゃんと攻略できてないかなと思いますね。ね、一つね、ロードレーサーであんまり速いペースじゃなくていいから、はい、軽くプラ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 ってサイクリングみたいな、はい、やったりとかっていうのはね、リラックスになってマッサージ効果みたいな感じがあったりするよ。あ、本当ですか、うん、練習休んでる感覚じゃないじゃない。そうですね、なんとなく自転車に乗ってるけど、はい、その一生懸命もがくんじゃなくて、はい、汗をかく、汗はかいか軽くかいて、はい、気持ちよくスーッとアップダウンじゃなくて平らなところとか、はい、だからギアもあんまかけなくてくるくるっと回して気持ちよく汗かいたなっていうような負荷がかかんないので、うん、はい、疲労も残んないし、うん、やってみます、うん、そういうのって気分だから周りをこう見ながらね、景色見ながらとか。そうですね、うん、山とか緑を見ながらとか。そう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 、ね、いいです。だからそうするとちょ気持ちが変わるかなと。はい、やってみます、ね、いつもいつも一生懸命じゃなくて。そうなんですよね、やっぱオンオフの切り替えが大事。よくプロゴルファーがさ、はい、せっかく緑の中でやってるんだから、はい、周りの景色見ながらやったらとかって言われるらしいんだけど、どうしても集中しちゃうからなかなかそういう気持ちになれない。はい、確かに。まあでも初めは絶対その自然の中で打つのが楽しいとか絶対ありますもんね、うん、そうそう、だから自転車も一緒で、はい、そういう気持ちなんとなく楽しむ。はい、わかりました、ぜひ、はい、ということでファンの皆様に一言。はい、もうしっかり積極的なレースして優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ということで力はあるんですからね、あとはレースね、まあどういうレースをするかというところでしょうね。はい。